崎社長じゃなくてね、うん、別の方だったんだけど、第2回目から、沖縄第2回沖縄国際映画祭から、大崎さんが社長という形だったわけよね、うん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 、で、大崎さんが会長になったのも、去年、うんうん、去年会長になってそれまでは、約9年10約10年間かな、うんうん、社長という形で吉本興業をね、うん、率いてたんだけど、去年でしたっけ、自分も大崎会長に会ったのは。去年ですか、一昨年、去年じゃないかな。去年ですね。で、僕はもう第2回からもう毎年大崎さんと岡本さんにはお会いしてて、うんうんうん、でもう本当にお二人の感じも僕なりの感想でね感じたんで、うんうん、よくあるけど、もう多分岡本社長は僕の名前も覚えてないと思うし、うん、でも大崎会長は僕にリッキーっていうぐらいだから、ね、覚えてますよね、うん、で実はおとといかな、おととい大崎会長の誕生日で66歳の誕生日だったんだけど、うんうん、大崎会長に誕生日おめでとうございますって言って、いろいろ大変ですけどまた笑顔でお会いしたいですねってメッセージ送ったら、うんうんうん、もうその数時間後に、うん、リッキーありがとうっつって、うん、もういろいろごちゃごちゃしてバタバタしてるけどってかっこ笑いになって、うんうん、ね、ご心配かけてますみたいな、ね、心配かけてますみたいなメッセージがね、うん、届いて、もうこんな人なんだよ、うんうん、あんなすっごい方から、うん、まめにね、メッセージ来たりとかさ、うん、もう本当にいろんな人の、障害者の方もね、よく沖縄国際映画祭に招待とかしたりしてるんだけど、うんうん、いろんな方のその方の目線に降りてね、うん、話してくれるのが大崎会長だわけ、うんうんうん、岡本さんはもうその立場でもうそのまま見てるとかね、うん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 、言葉を発してるっていう感じがしたから、うんうん、僕はなかなか仲良くなれてないんだけどさ、うん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 、本当にね大崎会長は、うん、ダウンタウンをね、うん、ここまでっていうかもう一番もう最初から育て上げた、うん、伝説のマネージャーって言われてる方で、うんうんうん、何も知らないダウンタウンのね、まっちゃん、浜ちゃんを東京に連れてきて、うん、東京の赤坂のマンション一室で、うんうん、電話を置いて3人暮らしからスタートして東京進出したっていうのがあったりとかね、まあ吉本の、まああれなんていうかな、 NSP じゃない、学校NSC、うんうんうん、学校もね、もう本当に、スタートからもうご尽力されてね、うんうん、数百名から今も何千名という形で大きくさせてるしね、はい、うんうんうん、すごく大崎会長は吉本にもう大貢献した方なんだよね、うん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 、だからそれを松本さんも、感じてるし、うん、そのなんていうかな、やっぱトップの人たち、吉本のトップの人たちはすごくやっぱりリスペクトしてるんだよね、うん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 、でも岡本社長の記者会見の後、うん、大崎会長のコメントは、うん、いや岡本社長別に悪くなかったんじゃないみたいなね、はいはいはい、フォローはしたよね、うんうん、あれがだからさすが大崎会長だなと思った、うんうん、うん、まあ、そんなキャラでもありますよね、なんかね、うん、大崎会長はね、うんうん、別に悪くなかったんじゃないみたいなね、うんうん、まあいろんな人がもう攻めまくってるからさ、うん、せめて自分ぐらいは擁護しないとっていう感じだったかもしれないけど、うん、すごいでも器の広い方ですよね、本当にね、本当に触れてみたら分かるけど、うんうんうん、方のこのデカさっていうのは半端じゃないね、うん、決していろんな人がこうできることじゃないと思う、うんうんうん、あれだけアジアからもね、いろんなところからも注目されてる吉本興業のね、うん、代表、うん、まあ、社長の時もそうだけど
今会長になっても、うん、こんな姿勢を変えないっていうところがね、うんうん、やっぱりあの方はこの今の吉本興業だからこそ必要な方だなと思ったね、うん、岡本さんじゃちょっと荷が重いっていうかね、うん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 、器的にもちょっとまだまだかなっていう感じはそうですね、あ、うん、しますね、うんうんうん、はい、ということで、まあ、一旦ちょっと CM 挟んで、はい、後半ね、お届けしたいと思います、はい、ちょっと時間が分かんないな、これな、もう上、今34分あー、こっちか、うん、はい、あー、はい、はい、綺麗ですかいきなりラジオしたから、久しぶりです。いやいやいや。あ、なんかね、ちょっと、うん、黄昏時になりそうな。うわー、ビールうまそうだな。うわ、もう早く帰って飲みたい。そうそう、沖縄 T シャツさ、うん、またみんなで笑う日が来るといいですね、うん、そもそも誰が悪いって反社会、勢力の方やって思う、うん、思います。そうですね、うんうん、そうだよね。タイゴさん、こんにちは。あ、ね、久しぶりですね、こんにちは、まあ、こんな感じで久しぶりに B サイドで、ね、うん、お届けしてます。まだ時間が、ね、早いんで、うん、お客さんがまだ一組ですけど、これから続々ね、入ってくると思います。うわー、うまそうなビールだ、目の前。いいね。はい、どうも、はい、深呼吸お聞きいただきましてありがとうございます。まあ、スイキャスをねご覧になっている方は、うん、もう一目瞭然、外からです。そう、オープンスタイルで、はい、今日は FM ギノワンの、ビルの屋上4階にあります、ビアガーデン B サイドからお届けしています。うん、いい感じのね、時間になってきましたね。うん、ね、涼しい。番組スタートのね、30分前はまだ日がかなり高かったんですけど、うん、徐々にこの、なんていうかな、夕焼けに近づいてね、はい、来てますね。うん、あ、沖縄 T シャツパパイエイさん、ビール飲みたくなってきた。なるよね。なるよね。なるよね。だって目の前さ、ジョッキーも4杯持って通っていったし。うん、美味しそうだったね。いや、本当にね、ここ最高。うん、なかなかね、この近くで、でここまた4階ではあるけど、このちょっと高台に位置してて、うんうんうん、でここからこの眼下に見えるこの北谷町の夜景がね、すごく綺麗だったり、うんうんうん、でその前に東シナ海に沈む夕日がね、うん、ね、サンセットがめっちゃ綺麗なんですよ。ね、すごい綺麗なんですよね。うん、ぜひお越しの際は、お近くの方はね、うん、何が珍しいかっていう、なんだろう、宜野湾、まあ、58号から伊佐交差点から、普天間神宮に、向かう、通り沿いにあるんですけど、うん、その通りは伊佐交差点から普天間神宮に向かうと、左側は米軍基地のフェンスになってるんだけど、うんうんうん、このビルだけはポツンと一軒だけね、うん、ジータウンビルが立ってるわけよ、うんうんうん、だからすごい目立つんだけど、真正面にはもう、創業何十年かな、かなり古い生地のシャリマ、はいはいはい、シャリマの真向かいの、うん、ビルになりますね、うん、そこの屋上からお届けしてます。はい、ね、本当にタイゴさん、ビールピッチャーで一気したい、うん、いいね。また目の前ビール取ってたしやばい、もうこれどうしようかな、本当に飲もうか、時間。いやいや、今日はダメ、今日はダメ、そう、もうでもビールと枝豆がね、なんとも言えないなはい、ということで、まあ吉本興業のね、はい、話題
なんですけど、もう自分一つ思うことがあって、うん、あれなんだろう、ちょっとバカみたいな質問ですけど、宮迫さんたちがじゃあこの反社会勢力の人たちと、うん、まあ飲んでお金をいただいて、うん、まあこういう風になったじゃないですか。じゃあそこのホテルはどうなの？だって絶対ホテルって分かるよね、どういうこの企業なのかっていうの、うん、まあ、それってどうなのかなってちょっと勝手に思ったんですけど。だからね、うん、これはね、いろんな方がいろんなことを言ってて、うんうん、確かに分かんないこといっぱいあるよね。うん、うん、だ極端に言えばもう今チーカーが言ったみたいに、そうホテルだってお金もらってんだしさ、うん、でその人たちがさ、うん、まあお店側が知らないで飲食に来たりとか、うん、カラオケを歌ったりとか、うん、もう超極端に言えば反社会勢力の人たちがコンビニに行ってジュース買ったりアイスクリーム買ったりして、うん、売っちゃった、うんうん、な悪いのみたいな、うん、わかんねえじゃんみたいな、うんうんうん、コンビニ行くだろうみたいな、うん、まあ、極端すぎるかもしれないけど、もうね、そんな感じで、だからはっきり言うと、うん、宮迫さんも亮君もね、うん、本当にそんなに悪いっていう感じはしない俺は。まあ確かにね、芸能人だからこうやって叩かれてるし、うん、人の不幸ってやっぱりね、みんなね、脳が反応してしまうのか、うん、やっぱりそれで叩かれてしまっていて、でも奥まで考えたら、じゃあホテルとかどうなのよって自分はちょっとなっちゃったんだけどね、うん、だからその辺もね、いろんなところで、うん、今ね YouTube で、かなりこのチャート人気の、なんだっけ大悟だった、メンタリスト大悟、うんうん、大悟が相当今言ってるみたいよ。何が悪いのみたいな。どういう意味？この今回の事件はってこと？今回の吉本の反社会勢力の人たちからお金もらってどうのこのっていう、うんうんうん、被害者のこと考えてないとかって、うんうん、そんなの分かるわけないじゃんみたいな、うん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 、だ大悟がすっごいだからこれ反応してて、いや宮迫も亮も全然悪くない、うん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 、これを問題視してる、うん、この今の日本社会がおかしいんだっていうこと、ね、でもそうだよ、本当に人の上げ足を取って何かやってるような感じにしかちょっと見えない部分もあるからね、うんうん、まあ嘘ついたのが、まあ、もちろんことの発端ではあるんだけれども、まあ、そこで一応ね、嘘をつかなければちょっとここのような事態大きくまではならなかったのかなっていうのもありはするんだけれども、ぜひね興味ある方は、うん、メンタリスト大吾のね、うん、YouTube ちょっと覗いてみても見てみよう、面白いかもしれない、うん、もうかなりぶった切ってる、反論してぶった切ってるみたいなん でそれも納得のいく内容らしいんで、メンタリスト大吾ってすっごい勉強してるからね、ね、年間4000冊以上なんか本を読んでたりとか。そうなの？1年って365日だよ。うん、やばいよね。よね、うん、だからあの人あんなに喋るの早いの。めっちゃ早いよ、あの人ね。もう1日10冊以上ってことになるのかな。ね、年間4000冊以上ってなると。だから、ものすごいこの、インプットしてるから、うんうんうん、だからアウトプットもすごいわけ。はあ、バーって早口でもういろんなのもう入ってるから、うんうんうん、それをもういろんな人にお伝えしてるわけ、うんうんうん、すごいね、見てみよう。だから本を読むってやっぱすごいなと思うよね、うんうんうん、大悟さんのあれ見ると、はあ、まあぜひね、見てください。すごいチャンネル登録とかもうすごい人気だし、うんうん、はい、何十万人か、まあ、何百万人っていうのかな、うん、っていうことです。はい、はい、まあね、時間がね解決してくれると思うんですけど、ね、いろいろ楽しみに、またね吉本の活躍楽しみにしたいなと、うん、またね大崎会長とも笑ってね会えるようにね、ね、はい、本当だよ、もう涙が出るぐらいもう大変だろうなと思いながらさ、うん、で先週の放送の前の日、うん、先週の月曜日、うん、
第12回沖縄国際映画祭の、はいはい、キックオフミーティングっていうか、うんうん、パーティーがあって、うんまあ、そこでその日がその岡本社長 の、 その記者会見の日だったわけよ、うん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 、先週の月曜日ね。そうですね、そうでしたね、そうそうそう、だから、まあ、来ないだろうっていうのはもう分かってたし、うん、大崎会長は来るかなと思ってたけど、やっぱりね、そうですね、立場上来れなくて、こういう時だからね、うん、で沖縄 の、 まあ、沖縄、の吉本のね、うん、クリエイティブエージェンシーの、泉社長がね、うんうんちょっとあまあ勤務なんていうかな、喋りにくくね、うん、ご挨拶してたけどさ、はいはい、もう本当にリアリティな日だったからさ、うん、今、うん、ちょうど記者会見の途中だと思います社長はみたいなね、うんうん、こんな感じでお昼パーティースタートしたんだけどね、うんうん、まあその日ねまあ第12回の来年のね3月にまた開催される第12回、沖縄国際映画祭に向けての、はい、まあ前向きなね非常に楽しいパーティーではあったんで、うんうんうん、まあ来年にはまた大崎会長、うん、岡本社長にもね、お会いできると思うし、はい、楽しみにしたいと思います、うんうん、まあ本当にね吉本って日本のねエンターテインメントの中でもラブ&ピース本当に愛と平和とかね、うんうん、そういったあとラフ&ピースって笑いとね平和っていう形を掲げて、うん特に2011年の、東日本大震災の、うんうんうんあれ3月11日だから、はい、で沖縄国際映画祭が、それの2週間後ぐらいだったかな、うん、もう震災直後で、うんうんこういうみんな自粛ムードだったじゃん、うん、これどうするかっていうもう本当にすごい選択したと思うわけ、うんうんうん、いやだからこそやろうよと、うん、いうことで、大崎当時社長のね、うん、決断で、うん、これはラフ&ピースっていうのも入れて、うんうん、笑いと平和っていうのを、うんうんタイトルにねサブタイトルに入れて、うん映画祭をね開催したっていう時に、うんうん、ものすごい反響で、うんうん、やってくれてありがとうみたいなね、うん、このメッセージボードを会場に各会場に掲げてたら、はいはい、もう東日本震災のこの、被災者の方へのこのメッセージとかさ、うんうん、もうすごかったわけよ、うん、もう本当に笑いと平和とこの感動と涙と、うんうん、そういうこの映画祭をね、うん実行してくれた吉本さんに本当に感謝っていうかね、うん、あの時の大崎会長の決断はやっぱ素晴らしかったなっていうことで、うん、そうですね、未だに感謝してるし、うんうんうん、でまた沖縄県としてはねああいう震災の後だから、うんそのみんな自粛ムードだから、うん、沖縄県って観光立県じゃん、うんうんうん、もう一気にほとんどキャンセルになってたわけ修学旅行とかいろんなのもキャンセルになって、うん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 、で沖縄県への その観光客ってもうガカーンと減ってたわけよ、うんうん、でそれをまた国際映画祭でガッとこう違うんだよと、うん、だからこそみんな元気に笑顔で、うん行こうよと、うんうん、ただその震災のことを忘れずに、うんみんなでこの復興をね、うんうん、助けていこうよっていうことをね、誓い合ったこのお祭りでもあったなと思ってさ、うんうん、すごいあの時の映画祭はすごく印象に残ってるね、うん、いいですね、みんながこのメリハリしっかりしてね、うんうんうん、真剣なところとまた笑いパッてねやりながら、うんうん、意義深いこの国際映画祭だったなと思ってね、うん、そういうのも含めてね大崎会長のその決断のすごさとかね、うん、器の大きさとか、うん、普通だったらもうあそこでただ何も考えてなくて世間体だけ考えてたらあもうこういう開催やめようよって、うん、そうするのは簡単だったかもしれないけど、うんうんうん、このやる
やろうって言った時のこの勇気とかさ、うん、ねこれはすごいと思う本当に、うん、あれはだからすごい一大決心だと思う。出演したタレントとかそういった人たちも、うんうん、本当にあの感動的なメッセージとかさ、うんうん、いろんなのを送ってくれてたし、うん、すごい東北でねこの震災にあって、うん、この避難地に行ってる人たちも、うんうん、その国際画祭の画面からね、うんこうメッセージ送ってくるのを見て、うん、すごい感動されたっていう、うん、また生きる勇気とかね、うん、そういったのもやっぱりもらったっていう方もすごく多かったみたいで、うんうんうんまあ、そういった意味でも今回の、事件っていうかな、まあ、この話題というのは非常に残念なことではあるけど、まあ、さんまさんとかねいろんな人が言ってるように、うん、これを機に、立て直してもっといいこの吉本興業がね、そうですね、ピンチはチャンスって言うからね、うん、そう、出来上がるっていうことをすごく期待してるみたいなんで、うん、僕らもそれ期待してね、ね、いいきっかけだと思う、うん、ある意味、本当に。そういう意味では、第12回の沖縄国際画祭は、また違った意味で、うん、ちょっとね、いい映画祭になるんじゃないかなというふうに、うん個人的にもね、期待してます。はい。はい。ということで、今もう本当時間、今49分。ああもうね時間もあともう、6分ぐらいになりましたけど、はい、これは毎週もここからお届けするような、あ、今日だけ？今日だけ？そうなんだ。なんかね特別じゃん。いいよねやっぱりこの、うん、はい。また復活しようよね。おお、ねぜひ。ビアガーデン B サイドからね、うん、もうちょっとまた、あ、今本当に夕日がとっても綺麗な感じに、ねうんなってきていい感じになりました。もう僕らのちょうど番組の時間帯がね、サンセットを迎える、終了まで ね迎えるいい感じになりますから、沖縄 T シャツさんもね、大吾さんも、ありがとうございます、ねツイキャスありがとうございます、うん、沖縄 T シャツさんは初ですよね多分。おお、そうなんだ、うんありがとうございます。名古屋からありがとうございます、ね、はい。チャタンビール美浜でチャタンビールを買ったんだって、うん、去年沖縄 T シャツさん。チャタンビールって地ビール？ああはいはいはい、うん、ヒルトンホテルの裏の方にある、うんうんうん国場組がやってるあそこだね、ビールの、うん、私そこで飲んだんだ、うん、そこのオリジナルビールがあるから。まだ飲んだことないな。ね、まあビールがね、はい、美味しい季節になったし、うん来週はもうね8月ってことで、うんお子様方は夏休みか。そうだね、うん、もう入ってますよね。俺が大嫌いなこの夏休み期間まあ、チーカーもそうだけど、うん、この夏休み期間に誕生日をも、ねうん、誕生日の人っていうのは、うん、あんまりいい思い出ないよね。そうだね、うん、誰にも祝ってもらえないからね。そう、友達みんな学校に来ないから。そう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 、ね、家にお祝いに来てくれるわけでもないし、うん、プレゼントが少ないんだよね。だからだよねもう本当そんな感じです、うん、もしお聞きいただいている方で、うん、夏休みに誕生日の方はね、多分僕らと同じような感じで祝ってもらえるっていうこの何ていうかな喜びとかそんなのもあまりない。そうそう、あんまり覚えてもらえてもないからね、しかもね、うん、いや誕生日別に祝ってもらえなくていいよみたいな、うんうんうん、そんな感じの人が多いと思う多分。うん、ね、はい。ああ沖縄 T シャツさん誕生日が年末なので同じ感じですね。年末もそうだね。年末年始もそうだね。タイゴさんもみんな忙しいからあれなのかな夏休み時期なのかないい思い出ないですはい、ということで、はい、お届けしましたけど、うんまたこの、ね、B サイトから、ね、番組をお届けできる時があると思いますんで、はい楽しみにしていただきたいなと思います、はい来週は、8月の3日放送はい、6日か。あ、6日放送か。あ、6日だね。6日だ。はい、なりますね。6日までね、
今ね夏風邪流行ってるから、うんね、気をつけて。多いですよね。僕もやっと治ったって感じで、先週はもう喉が痛い状態で、うんうん、放送してましたからね。ぜひ気をつけて、ね、体調ね気をつけてください、うん、ということで、夏休み皆さんお子さん8月5日誕生日で祭りの小遣いから親からプレゼント代わり、太鼓さん5日なんだ。リキさんもだよ。僕も8月5日誕生日です。すごい、いいですね同じなんだ。太鼓さん一緒なんだ、ね、最後の最後にびっくりだね。8月5日タクシーの日拍手タクシーの日って何やみたいなね感じで、はい、ね、運命の出会い。太鼓さんハイタッチ同じ誕生日。あ、そうですか。8月5日で何歳になるんだろう。俺もお年忘れちゃったね。うん、いても、うん、忘れていても、はい、30超えたらみんな同級生だよ。あ、はいということで、はい、レッツ深呼吸ね、お届けしました。お、太鼓さんは山形、山形の花笠祭りの初日。おお、そうそう、だいたいね、僕の誕生日前後が、うんうん、この祭りとか多かったっけ。土日に入ると、もう宜野湾羽衣祭りだったりとかさ、うん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 、祭りとこう重なってるんだよね、だいたいね。あ、太陽さんも同じ経験してるな。いいね。一緒に飲みたいな。沖縄来てくださいよ。いや、ね、僕はもう山形行ってもし。そうなの？茶ま、茶豆とかね、うん、大好きなのいっぱいあるし、知ってる方もいますよ、結構。うん、青年会議所の山形のね、うん、JC の皆さんもお友達もいますんで、おー、山形でさくらんぼとかね送ってくれたりとか、うん、いろいろね山形も美味しいのありますんで、いいですね。太鼓さんじゃ一緒に飲めるかもしれないですね、はい。まあ、沖縄にもね遊びに来てください、はい、ぜひね、ということで、レッツ深呼吸お届けしてまいりました。また来週ね、お会いしましょう。はい、時間も遅刻しないでね。はい、わかりました。お、そうそう、ダダ茶豆美味しいよね。また食べたいな、うん、ビールとめっちゃ合うんで、ね、はい、ということで、ね、はい、また来週です。また来週、ありがとう、さよなら、バイバイ。